紙幣の両替はできませんのでご了承願います。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。なお優先席付近では電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。これぐらいのラジカセがあった。